お疲れ様です。お疲れ様です。今日の動画ははい、ちょっとこれ面白いと思うよ。本当に なんですか。あのね、はい、まあ、同級生、まあ、たまに、まあ、YouTube に出てないか、北山美曽さんって言って、はい、その同級生がクロス屋さんやってるんですけど、はい、でまあ、嫁も知っとるし、そこの、はい、でまあ今日ちょっとまあ遊びに行くわと、はい、でそこの娘が、はい、どれら生意気なんだわこれも動画映えすんなと思って、はい、まあね、まあぶっちゃけそれ言ってたんだけど、動画に出てくれと、はいはい、やだとかな、勝つだろとか言うんだわ。めっちゃ面白いあ、マジですか。うん、マジマジ、で、いろいろ昔からエピソードあるんで、まあその辺はちょっとね、はい、本人が、ね、俺のこと大嫌いなんだわ。え、嫌いなんですか。嫌いじゃないって大嫌い大嫌い俺のことが死ぬほど嫌いなんだわはい、うん、で、まあそのエピソードもいろいろ話してくれるから、はい、まあ大嫌いから、はい、今そのな好き、はい、まあ、もう本当にちっちゃい時、もうちっちゃい時から知ってるから、はい、あ、そう、そうですよね、うん、はい、それは同級生の娘だからな、はい、最初スタートは好き、はい、ね、はい、で嫌いになったんだ。あ、違う違う、好きから、はい、一瞬でデッキ嫌いになったタイミングがあったわけよ何やってたんですかで、はい、まあ嫌いになったんだだんだんな、はい、最近よく行くから、あ、酒飲みよく行くから、はい、まあ、嫌いぐらいまで行ったから、はい、ちょっとまあ動画出るよってずっと言っとんだけど、はい、今回、まあ、顔モザイクかけてくれるならいいよっていうことで、はい、うん、まあ圭君ですよ、はい、そこのまあ本当ね、クロスです、まあ、結構友達も呼んでると、まあ、何人呼んでるか分からんけど、はい、奥さんも、まあ、家族全員大ファンなわけよ。うちも、え、そうなんですかね。そうそう、乗り換え通知だから毎日見てるよって言って、はい、社長の奥さんだよな。社長の奥さんに関してはもう名前なんか全員言えるし、俺より動画知ってるもん。お前何々の動画こうだったよねってあれどうだったのとか、はい、全部知ってる。あ、すごいですね、うん、家テントウムシに塗られた時あったじゃん、はい、あれなんか1週間後ぐらいに見に行ったらしいの。え、はい、だからなんかすぐ直したじゃん。はいはい、うん、であれテントウムシじゃなかったじゃん家とか言ってわざわざ俺が来た。俺、そうそうそう、すごいです。めちゃくちゃ好きなんですね。インスタかなんかに出てんか。出てないっけ。いや、わかんないです。出てないか、まあ、そういう流れで、はい、うん、まあ今日、まあ、酒飲んで、久々にまた酒飲んで、はい、ベロベロになるまで飲んで、はい、まあ、海外もまあ見てんだもんな。そうです、うん、でも、まあ、家帰るだけだから、はい、まあ今日面白い動画になると思いますよ。ちょっと楽しみですね。よし、着きました。着きました。じゃあ行こうか。こんにちは。こんばんは。こんばんは。三河屋です。帰って。こんばんは。帰って。おお、よう来るな、おい。お疲れ。座っていい？ダメ。ちゃんと座って。お、よう来るや。お前ちょっと動画こっち向けよ、お前。お前に声かけたから。おい。お金しない。一つだけ言うか、金なんか腐るほど持ってるって心配する。必要だけやるわ。お前が面白かったらな。緊張しとるし、こいつ。めっちゃ緊張しとるやん。めっちゃ緊張しとるやん。まだ自分のネタないからさ、人恋愛話で喋らすんで。おいさ、もう飲んだもんがちゃうから。ちょっと俺もお酒出してくれんの？飲む？滝飲みたいんだけど。え？滝飲みたいんだけど。うち予約制なの？予約したやん。ちゃんと出ましたよ。ちゃんと出ましたよ。出ましたよ。俺もビールちょうだい。はい、ハゲ。動画撮っとるよ。まあ、何言った今。ハゲ。誰がハゲや。髪の毛生えとるやろ、お前。偽物でしょ。偽物でしょ。誰が偽物じゃん。整形と一緒やん。整形よりいいだろ、こだ。整形よりマシだろ。便秘って話せんのお前。あんま見たくないから。お前の会社入るのが嫌な理由が、うん、社長って言いたくないんだよ。なんだそれ。社長って呼びたくなくない？まあまあ、さすが社長って呼ばんでいいじゃん。別にうち社員、買っちゃう買っちゃうんだから。何が食べたいか絶対。でお前今日エンジンかけて緊張しようとする。すんでねお前。なんか、今日はなんか、そういうのがムカつきやつじゃない。いつも思って面白いムカつきじゃん。で、ネタが面白い、いつも。何が俺をバカにするのが日本一うまい。俺で言ったら十分楽しい。いや、50万すんの？ちょ、見てよ。ちょっと、見たい。外せって、外せ。いや、外さん、外さん。外さん、外さん。壊されるね。飲み込めって。すごいね。なんだろう、何が入ってんのか。むしろ、昔、むしろって聞いたことあるでしょ。いや、聞いたことありましたよ。
絶対昔からあるよ。いいよ、気にする人は聞いたから。何これ、お、誕生日、何これ。ハッピーバースデートゥーユー、みんな歌ってる。ハッピーバースデートゥーユー。俺俺俺マジで、おぉ、俺俺初のぶっこんだよ。ちょっと指出せ、指出せ、指出せ。これ投げるよ、顔に。はい、消してよ、はい、はい、消してよ。おめでとう。何これ、何これ、何これ、おめでとう。何これ、この前お誕生日じゃん。お誕生日でしょ。仕込みなのこれ。何これ、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 俺だって俺が言ったんだもん。そう、パパが言って、みんなでやりたいねって。お前がいいよ。何で今のこの時に、ちょっと見て。カツノブ君。マジや、ほんとに。それ持ってさ、食べたい、写真撮って。食べたいじゃん、写真撮ってほしい。じゃあいいさ、じゃあタグ付けしてくれる。まあ何でもいいけど、撮って。そしたらもう、俺ちゃん、俺芸能人だから、そう、簡単に写真撮って。芸能人じゃねえよ。俺 YouTuber。お前、塗装や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 。はい、チーズ。え、めっちゃ気持ち悪い顔してる。なんか気持ち悪い顔してる。いや、でも髪の毛ってやら似合っとる。はい、じゃあ普通の顔してちゃんと。マジ1枚で普通の顔。男前。普通は恥ずかしいもん。普通の笑顔だよ。お見合い、お見合い写真。YouTube そのだけで。目の前でこうやって持ってよ、目の前でこうやって。あ、緊張しちゃう、緊張しちゃう。お見合い写真。こうやってやってくれる、お見合い写真。これ一番恥ずかしい。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ハンバーガー人に言っといて、俺一番緊張しちゃう。やりてないことですね。じゃあ、ぼちぼちメインの話行こうか。ね、まだお前が飲んでないだろ。別に飲んでないもん。言うてさ、そんなさ、おもろい話じゃなくないだろ。じゃあ面白いよ。いや、今の話でさ、嫌いだったってだけ。いや、もう視聴者は今もう完全に俺の味方になってるから。だから目を悪くされるだけじゃないんだから。言わたち悪いまじで。疑問ちょっと一回お水ください。で、ゆうちゃん、俺のこと大嫌いですよ、もともと。本当に喋ってみる話じゃん。いや、それを今日は聞きたいなと思って。なんで嫌いだったのかなと思って。なんでですか。それはけん玉舐められたから。なになになに、けん玉。面白い。え、ほらほら、やっぱいるじゃん。覚えてる、覚えてる、覚えてる、正解だよね。お、覚えてる。小学校3年生ぐらいか、うん、いや、何年生だろあれ。すごいけん玉にハマっとって。小学校妹が小学校3年生の時に、何歳、小3って。10歳ぐらいね。だから10年前で、誕生日にもらったの。10年前で、すごい楽しいんで、けん玉を覚えてる時に、お前が来て酔っ払って、けん玉を口に入れてから、俺、けん玉玉5個でもできるぞって言って、俺上手だでってやって、渡したら舐められたんだって、一生忘れんねん。口に入れて、もう、いやいや、それまで結構夏とったわけだ。夏だ、夏だ。夏だったんだよ。おもろかったから、大好評だよ。そうそうそう、いや、すっげえ楽しそうだったけど。そうそう、なんか結構、お姉ちゃんも妹も結構夏状態だね。カツダブカツダブみたいな感じで、小学校3年生、5年生ぐらいやろ、じゃあ、の時に、あんなに怒るかと思って、けん玉舐めて。俺覚えとんだよ、それ。もう、それからけん玉一切触らなかった。違う、覚えとらん。いや、覚えてるでしょ。どこで食ったら。それから、最近まで口きかけたもんね。その後に、その頃からかっこいいず金持っとるもんで、10個のやつ買ったら10個買っちゃう。言ってた、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 言ってた。ここじゃなくて10個のやつ買ったら。でも、でも無駄、無視。無視しても、カツオブって口だけだから、その時も買ってくれよ。どうですか。口だけだから、もう。すごい、2、3年前だね。ここじゃなくて10個のやつ買ったら。最近だよね。ほんとここ最近だよね。紹介したのはね。で、それを今日動画にしようと思って。本当に嫌いだった。だけど、けん玉舐めたぐらいで、泣く小学校3年生がダメだわ。それほど大事だったんだろうね。だって人からもらったものだよ、誕生日プレゼント。そして、カツノブが嫌いだったんだね。でもその前めっちゃ懐いとったよ。うん、俺本当に衝撃走ったの。うん、あ、こんなに人は人のことを、さっきまで好きだった人に急に嫌いになれるんだっていうぐらい、本当にもう、じゃあごめんごめんごめんって言って、本当にまあなんか、けん玉10個語るとか覚えてないけど、あ、ごめんごめんって。むちゃくちゃ大変なぐらい号泣した。だよね。本当に。ここじゃなくて10個もうみんなバーベキューやっとって何十人か全員凍りついたぐらい泣いとったよね。大号泣だよ。覚えてるよ、さ。パパに怒られたの覚えてるよ。なんで泣くなって。落ち悪いよ、パパ悪い。弱るもんだったから。じゃあ、その時は、だからお母さんに隠れてないっていうね、みよもそこから。あ、マジで泣くなったかな。あ、もうだってそれさ。何十人おってね。でも大事なんだよ。全員がこれで、俺が行かない。もちろん、俺が行かない。でも大事なものを舐められてさ、この人に。この人に。
で、今思えばなんかさ、大人だもんさ、そのけん玉食べたぐらいで泣くなーって今はね、でなるよな。小学生の時はもう俺も記憶すごい強いんだわ。こんな小学校3年生が泣くんだって。大号泣。ごめんな、10個買ったるわーって言っても、買ってもないし、ないよね。じゃあそういうレベルじゃないです。多分買ったから許してくれてないから多分。でも何年も勝信っていうのも。エッチが効きすぎとるとね。もう嫌だ嫌い。嫌だ勝信嫌だ。ね、本気で嫌だったよね。本気で言っとった。まあまあ最近だよね、本当仲直りした。本当そう。あ、そう。そんなマジよ。すごいよ。マジマジ。本当に嫌いっていうイメージがなかったもんな。結構なキャラでやってるから。勝信が。嫌いな理由、けん玉舐めたからね。それで、やっぱさ、俺はそう思うよ、本当になんかさ。小学生だからね。だからそんだけお前周りのこと考えてねえんだって。いやいや、従業員のことももうちょっと考えたら。ちょっと今考えて。返事は。いやいや、ちょっと本当に1個だけ考えて。返事は。一回返事して。一回返事して。ちょちょ。返事は。ワン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 言っとけよ。強いお前の出だぞ、強いお前の出だぞ。あ、入ってる、あ、入ってる。3、2、1、ジャブ入れて、ワン、これ、ワン。いい声しとった。かっこいいよ、かっこいいでしょ。なんでお前、俺をあげるよ、お前。もうそろそろ仲直りしようぜ。無理。これ、十何年なの？これで10年来の喧嘩に、今日終止符打つために動画回しようの。最後握手ね。仲直りしようか。無理。仲直りで握手しようぜ。やだ。どうすんの？なかなか握手しようぜ。一回しないよ。ん？しないよね。キーバイバイして。ほら、うんって言ったもん。バイバイ。これがあれじゃ分かる。ゆえちゃんもお前英語射撃。バイバイ。できんかったね。あの、師匠の皆さん、本当にね、一番け、まあまあ入りに行っとるけど、まあ仲直りしたから、この今日カメラも OK だし、だから、まあ今日はあえて意図的にちょっと悪口言ってくれるのもあると思うんで。じゃないよ。おい、悪いぞ悪いぞ悪いぞ長なるの？はい、じゃあ飲みもない。指輪くれよ、指輪。今日は、じゃあ締めさせていただきます。で、まあちょっと酔っ払っとるんで、あの、はっきり言えないですけど、一応今、あのね、マッチングサイトってやってて、あの、外壁塗装のマッチングと求人マッチングやってますんで、ちょっとまあとにかくいいやつやってます。酔っ払ってるんであんまりいいけど、テロップでちょっとピッピッピッ入ってます。あ、面白いやつやってますんで、そちらも見てください。お願いします。またねー。バイバイ。